はい、それでは今回は特別対談ということで、現在東海大相模高校の、ラグビー部でアスレチックトレーナーとして、活躍されております伊沢秀康さん、と、今回対談をしていきたいと思います。どうぞよろしくお願いします。まず初めに私からテレビスカちょっと質問をさせていただければと思うんですけども、伊沢さん自身 の、 このアスレチックトレーナーとしてのキャリアのスタートってこうどういうところだったんですか？はい、大学2年生の頃にですね、はい、富士通という会社のアメリカンフットボール部に、自ら電話をしまして、そうです、研修させてほしいということで、じゃあ来なさいと、来てもいいよということで、大学2年生の頃から、アメリカでの研修が始まってスタートというところです。それは大学に在学中だけですか？トータル8年間いたの で、 です、ね、卒業したら5年間はそのまま研修をしてました、はい、実際にその8年、終わった後ですかね、その後どういうトレーナーをされていきました？ちょうど専門学校を卒業する時期と重なりまして、環境を変えようかなと強く思っていて、チームを探していたところに、恩師から、こんなチームがあるけど行ってみないかということで、8年後ですね、実は8年後から、次の新しいチームに移ったと、はい、いうところです。ちなみにどちらで？それは家族さん、静岡県のですね、磐田市にあるヤマハ発動機という会社のラグビー部になります。トップリーグのチームですね、はい、はい、そちらで、まあ、長く、はい、活動されて、で今現在の仕事に疲れたようなのです、ね、はい、ありがとうございます。そうですね、で今その実際にチームでアスレチックトレーナーとして、はい、もちろん現役で活躍されていると思うんですけど、それ以外に、まあ、教育活動というか、はい、そのまあ、これからアスレチックトレーナーとして仕事していきたい、はい、そういう人たちのこう教育みたいなのもやっていらっしゃると思うんですけど、はい、そのあたりこう実際どういうふうなか、活動というか、はい、教育活動されているんですか？ですね、アスレチックトレーナーを養成する学校2校で非常勤講師をしつつ、はい、あと私自身が柔道整復師なので、うん、その学校で、最近柔整師もトレーナーの世界にすごく進出 してきているので、そちらでも、トレーナーについての効力を持っている感じですね。分かりました。実際にこう教育活動、はい、まあ、スポーツの現場でもそうですし、まあ、学校といったところで、やられていると思うんですけれども、実際どういう、なんかこうその教育の活動のポイントみたいなのってあったりするんですか？はい、どうしてもやっぱり、若い子たちだと人脈がなかったりとか資格もないので、まず最初にスタートラインに立つという意味では資格というのがないとやっぱり、チームを相手にしてくれないということで、スタートラインにつくための資格を取得するための勉強を学校の中では、はい、行っています。学校以外のところではどうですか？ですね、やはり、まあ、今実習生何人か来てますが、その学校の勉強とチームなりトレーナーとしての知識というのは非常にギャップがあって、学校のコールの中でもそこは非常に、もどかしい部分があるんですけども、そのギャップを埋めてあげるような勉強を特に、はい、提供しています。実は私も以前はアスレチックトレーナーの要はカリキュラムを受講して、はい、まあ、そういうスポーツの現場で仕事をしてきた部分もあるんですけど、やっぱりその学校で教わることと、はい、実際にその今日、スポーツの現場で求められていることっていうのはやっぱり違うんじゃないかなというところで、はい、まあ、僕自身はあまりこう学校での勉強っていうのはもちろんその一つのポイントとしてリハビリだったらリハビリ、はい、テレビだったらテレビみたいなので、まあ、役には立ったんですけど、それをどう生かすかみたいなところは、あんまりこ うまくできなかったかなという、はい、まあ、僕自身の経験があるんですけれども、その何ですかね、学校教育とあとはその実際にスポーツの現場で、まあ、同じく下の子たちを指導している、はい、トレーナー、うん、い
らっしゃると思うんですけど、なんかその辺でこう感じていることとかってありますか？学校の授業ですね、やはり講義ごとに先生が変わってしまうということがありまして、その教科講義で学んだことが他の授業でリンクできてないと、この授業はこの授業、ということで全部、お互いがこうリンクしてないことを非常に強く感じているので、現場ではそれをとにかくお互いをリンクさせるというところを考えて、まあ、実習させているような感じですね。なんかまあそのスポーツの現場だと僕よくあの見て学べとか、はい、なんか自分で、ね、盗めとか、はい、結構放任的な教育っていうのが非常に多かったような気がするんですけど、なんかその辺で伊沢さんがこう実際の学生さんだったり学生さん、まあ、若手のトレーナーだったらその若手のトレーナーをどういう形でこう教育してるのかなっていうのは、まあ、ちょっと興味があるんですが、はい、やはりいろいろ会話をしていくとその子たちのレベルというのは大体こうつかめるというのが一つあって、うん、でまあ、ずっと放任主義でやるのも一つの手だと思いますし、いろんなものを与えてあげるということも一つの手だと思うんですけども、まあ以前トレーナーの世界は見て学べ、わざわざ見て盗めという世界が非常に多いので、まあ、私自身それはあまり好きじゃないことでもあって、その子たちに合わせたレベルでのこの会話だったりとか質問だったりとか、いろんなものを与えて、少しでもちょっともう前に出てくるような、今の自分の体を寄ってくれるようなことを心がけてやっています。ある程度じゃあこう伊沢さんの中でこういう、うん、ちょっと体型だったというか、はい、こういう形でやっていこうみたいなある程度決まっているようなところがあるんですか？そうですね、まあ、人によってこう違うじゃないんですけど、まあ、トレーナーの考え方は全然違うと思うんですけども、まあ完全にこれっていう形はないんですけども、うん、大体これの次はこれかなっていう感じで体型だってはあります、うん、でもそれがあるっていうのはある意味いいことですよね。そうですね、次どうしたらいいか分かんないし、はい、そもそもの結果そこでストップしてる場合もあるじゃないですか、はい、もうこれだけやってればいいっていう、うん、そういう日々成長を感じれるっていうのがすごく大きいメリットかもしれないですね、はい、ありがとうございます。まあ今あのトレーナーの業界今見渡してみてもいろんなトレーナーいるじゃないですか、はい、まあ、もちろん正畜トレーナーで昔からずっとやってる方もいれば、はい、まあ、そのマッサー的なその治療が、はい、みたいなような形で入ってくる方もいれば、はい、今だとその理学療法士さんとか、はい、まあ、本当にいろんなトレーナーがいて、はい、で割とこうそういう治療系の方って専門的な分野、そうですね、例えば、まあ、リハビリはすごく得意ですとか、うん、マッサージはすごく得意です、治療得意ですっていう感じだと思うんですけど、これからのこうトレーナー、まあ、よりこう活躍していくためにはもう少しこう全体を見れるというか、はい、ですかね、まあ、専門的なところではなくてより視野を広く持っていろんな人とコミュニケーションを取りながら、かつ自分の、力を発揮できる、そういうトレーナーがもしかしたらこれから活躍するんじゃないかと思っているんですが、はい、そのあたり伊沢さんどういう感じですか？今チームで、求められているものというのが、まあ、チームだともちろん違いますが、はい、これだけに特化したっていうのは今後、まあ、伝えていくというか、だんだんいなくなるんじゃないかなというふうに感じていて、今現状としてはまあ治療が非常に得意だよとか、リハビリだけしかできないとか、あとはまあそうですね、ウェイトトレーニングしかできないとか、その部分部分に特化したトレーナーが非常に多いんですけど、それを全部、全体的に見れて、さらに自分自身も何ですか、ね、客観的に見ることができるようなトレーナーにならない と、うん、と生き残っているのは厳しいかなというふうに感じています。もう全く違う、ところで、まあ、勉強とかしてて、はい、まあ、いわゆるもうスペシャリストの時代は終わったと、はい、いうことでよく言われてるんですね、はい、まあ、これから活躍できるのはスーパージェネラリストだと、はい、まあ、いわゆるさっき伊沢さんがおっしゃったような、はい、ところができる人っていうのが多分活躍できる、それは別にこの業界だけではないと思うんですけど、はい、そういう時代が来てるのかなというのは、はい、個人的にもすごく感じているところですね、はい、今お話をいただいたみたいにですね、いわゆるその
チームのマネージメントができて、はい、かつそのいろんなスタッフ、監督ですとか、まあ、選手、ドクター、まあ、その他のスタッフとコミュニケーションが取れて、かつその自分が持っている力をこうしっかり発揮できるタイトルになって、はい、多分いないと思いますし、なかなかいないと思いますし、でもこれってある意味しょうがないことだと思うんですね。いわゆる学校でやっぱり勉強できないですし、じゃあかといって他のアスレチックトレーナーの方が教えてくれるかというと多分そうではないと思うので、はい、でも逆にこれを、しっかりマスターして現場で、仕事ができればこれからますます、活躍できる、そういうトレーナーになると思いますし、ある意味大きなチャンスなのかなと思ってます、はい、で今回、まあ、今対談させていただいてますが、まあ、実際に伊沢さん自身が、まあ、そういう、トレーナーを育てようということで、今実習先であったり、まあ、セミナーだったりそういう活動をされていると思うんですが、まず、AT アスレチックトレーナーの現状というものを、この次の動画ですねしっかり学んでいただいて、で実際にどういう、トレーナーが求められているのか、チームとして求められているのかというところを含めてですね、動画で、これから何本か数回にわたってですね、実際に伊沢さんに講義をしてもらう予定ですので、ぜひ楽しみにしておいてください。それでは今回はどうもありがとうございました。ありがとうございました。今回の動画はいかがでしたでしょうか。この動画の中でですね、これからどんどん活躍できる、そしてスポーツ現場で必要になってくるトレーナーっていうものの大事な3つの要素ですね、それはそのスポーツのチームのマネジメント、もしくはスタッフのマネジメントができるトレーナー、これが特徴としてまず一つありますよっていう話ですね。そして各いろんな専門分野の方、もしくは選手、チームスタッフの方とコミュニケーションができるトレーナー、そして最後にその中で自分の持っている知識であるとかスキルを生かすことのできるトレーナー、まあ、こういうトレーナーが今後よりチャンスをつかんでいく、活躍できるというお話が伊沢さんからありました。ではこの3つの力を持ったトレーナー、まあ、いわゆるスーパージェネラリストとこれから呼んでいこうと思うんですけれども、まあ、浅く広くという知識、専門知識だけではなくてですね、それを横とのつながりを作っていく、そういうイメージですね。相手を生かす、自分も生かすし相手も生かす、そういう意味でスーパージェネラリストという言葉を使っていきたいと思うんですが、そういうスーパージェネラリストになるためにではどういうものが求められてくるのか、その必要なスキル、これをですね今後の動画で伊沢さんに解説をしていただきたいというふうに思っておりますので、今後もぜひ楽しみにしておいてください。それでは今回ですね、この対談動画をご覧いただいて、ぜひ皆さんにこの動画を見た感想、これをですねぜひこの映像の下にコメント欄がありますので、そちらからどんどんとコメントをしていってください。実際に見るだけであれば誰でもできるんですね。その中で自分がどういう気づきを得たか、そしてそれに対してどんなことをやっていきたいのか、そういったところ熱いですね、コメントを皆さんからお待ちしておりますので、ぜひですねこの下のコメント欄にどんどんと感想、そしてどんなことをやっていきたいのか、これをぜひ書いていってください。それでは次回以降の動画を楽しみにお待ちください。それではありがとうございました。